風が強すぎる。すみない。おはようございます。ワンホールの俊です。おはようございます。キャバクラ大好きニキビブツブツカメラマンです。それ向こうや。それまずちゃうわ。いやいや久々の本庄来たら、すみない来ました。はい、ということで今日はすみない。やれですから。朝日ビールカップ G3 です。G3 やれですから。もう天候あれあれ。向かい風8メートル。大雨。これは帯ちょっともう条件整えすぎてて、もうマジでやれる気しかしてないから。ついにやっと俺らやっとってでもそんなやったけど、うん、まあついに今日狙ってたその帯を見せれるな。いや俺もう久々やし見つけられてる実は。本気でやります。で、ちいちゃんおめでとうございます。ちょっとこれちいちゃんにおめでとうを伝えるだけの動画サブチャンネルに。いや、いや、またそれを撮ります。よし、頑張ります。それじゃあ呼んでますか。じゃあ、すみの呼んです。はい、呼んです。ということで、とりあえずまあ、向かい風9メーター。マジそんなに？そうやね。アウト勢有利。アウト勢有利な。オッケー。1号艇、4号艇、どこ遅れ。オッケー。もう買い目なんか決まってます、こんなもん。決まってるな。うん。俺からしたら広すぎる、それ。あ、俺からしたら広すぎる。これだけで十分です。3号艇、丸の選手。腕前も、モーターも、一番もうズバ抜けてる。超圧モーターやったな。うん。十分で、うん、3からの、あと4がスタート遅れたことによっての、外枠、5、6、2着。うんうんうん。全、以上で、これだけで十分です。まあ、最初のレースなんで控えめに各1000円で。オッケーです。これでいきます。僕とりあえずインは逃げないという予想です。まあ一応遅れてたし、まあもう状況的にきつそう、イン逃げるのは、235頭、まあ、4号で遅れてて、まあ2と3競り合ったら5号で全然ある。でオッズも美味しいで、2着は全、もう俺最近2着絞り、2着絞って失敗するケース多いから、とりあえず全にして、で最後に最後もう実力で、まあモーターもいいし、まあここで5とか来たらもう絶対取れるよ、こんなで各3000、7万2000、これは全然帯配当も全然あるし、もうここ最近の動画での負けを一気に今日まくりたいと思ってます。思ってます。お願いします。お願いします。第4レース、1番、2番、3番、4番、5番、6番の3対3の枠なり、そうやな、順当にいけばな。だから俺が見るところあるもんね。1秒、が見るところあるもんね。ナイス、いいスタート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 。4が遅れてないもん、意外と。だからな、4絶対2着なくなるから、これで5分差してくるから。うまいな、おい。おお、完璧や、完璧や。これがみられたやつや。ちょっと待って、ちょっと待って、モーターもこれ4番まである。それはあかん、それはあかん、モーター大丈夫。モーター3、4の時点だよ。いや、でも2号艇、あるじゃん。俺、5号艇の2号艇、どういうこと？ 2 着だってこと？お前もう終わってないんだ。まだ僕は。どこ？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 サヨンディ、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 これでいい、これでいい。もう、でもな、4号艇に不安残るわ、これ。いや、この形でいい。このまま終わってくれ。このままでいい。4号艇、綺麗に回れ。2周とかしたマーク、どこ3号艇、勝って5号艇、回った。心2号艇、後ろ6番と5番ですが、今った4号艇のその後ろ一定して、そうか、20か、これ。いや、これで終わりじゃん。よし、よし、よし。いや、わからんぞ、これ。これ、俺、見え変わった、外れてるからな。見え変わった、見え変わった。ないね、ない。うわ、やってんぞ。よし、よし。いや、2の3とかある。これで当たり。だから、これで当たり。だから、入れ替わった終わりやね。2号艇のここは上位から3、4、2となっています。ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、ナイス。いや、よかった。これ2差後、全2差後取る。はい、ナイス。いや、多分2着の4がこれ。でもよかった、2周で。これ、いきなり満州とかある？可能性はなくはないよな。いや、あるんちゃう？ 3000 円っていうから、7万2000投資。7万2000円投資。おお、え？マークカードまたは投票券を入れるか、支払い決済ボタンを押してください。あ、そうなん。まあでも3頭かな、本命すぎた。でもまあ倍になったから、ありがとうございます。お金を数えています。いつもな、こんな反応ミスんない。なんかあれみたいな、一桁足りてる。まあでも十分、ほんまにありがとうございました。お金をお受け取りください。ありがとうございます。
4レース、ありがとうございました。おめでとうございます。マルドさん、完璧やったな、うん、まくり切ったら完璧に。納得からいっちゃうからね。そうやな、うん、まああれ難しいよな、でも2着2、3着がな。そうやな。しかも2周やし、あれ3周やったらちょっと変わっとったかもわからんしな。いやまあでももう決まってきてたから、まあ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 、まあまあまあ、とりあえず前になったから、うん、いいよいいよ、よかったよかった。いやもう幸先いいわ。はい、ということで、はい、第5レースいきます。はい、硬いレースやと思ったんで、まあ、1、2、全でいきます。ああ、硬いな、うん、まあ、上野選手、まあ、さすがに逃げるやろということで、1頭はまあ外せないと。2着誰やなって考えたら、やっぱ6号艇の選手売れてるんですよね、A1 なんで。6号艇、ほんまに売れてた、うん、でもまあ、2番差し、結構この選手、松井選手だったかな、うん、差しが得意な選手なんで、成績見てる感じでは、1、2、全、1、2、6だけ安いんで、1万円ですね、うんうん、で、1、2、差し5に5000円。なるほど、この4点でいけます、計2万5000円。オッケーです。まあ、ほんまにじゃあもう1、2流しだね。1、2流しの資金配分やね。僕いきます。1の4号線、はい、まあこれはさすがに上条選手は俺も逃げると思った、うん、で、まあかなりの向かい風でアウト勢有利っていうのと、まあ、4号艇のモーターも良かったし、2号艇がなんか展示タイムが良くなかったよな、うん、で、まあ直近6ヶ月とかの成績で見ても4号艇とか全然2着率高かったし、まあ、しかもオッズも美味しかった。で、まあ、1、2が本命やねんけど、いやでもワンチャンこの感じやったらあるかなと思って、1の4号線、まあ 4、 まあ、4絞らんと思うけどな、これ絶対スタート横一線やったし、チェンジでもまあ隅の絵のイン逃げレースは任せてくれ俺に。これ1、2で大丈夫。まあとりあえずイン逃げたらどっちか渡るやん。そうやな、1、3以外でも1、6やねん実際。まあそうやな、あるとこで言うとな。でも俺届くかなと思っとって。いや俺もそう思った。結構きついよな、あと2勝やから。そうやな、その3勝目抜かれるっていうちょっとだけその腕前のリスクが減るかな。そうやな、まあまあ1、2で肩いんちゃう、うん、いいと思う。どっちか取ります。お願いします。いける、どういった、やれるやれるやれる。とりあえず、あ、逃げた逃げた逃げた逃げるの逃げる。よしよし、6はそんなにいかんかった。うんうん、オッケーないっす。オッケー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 。これ1ターンあるな。いや、1、2もある。いや、1、2てか、1、2やなこれ。1、2やん、硬い。おっ、1、3。あ、1、2やん、1、2や、1、2や、1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 
ッケーオッケー、一応4まで。いや大丈夫やろ、これはいけてる。ナイスだ、よかった。今日2週やから、これ安心やね、結構安心の2週か。安心の2週やね。え、4どんな割り出しの。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、もうできた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 、1、2やね。オッケー、よかったかった、これはもうできた。ナイスだ、この安心感すごいすごいな、うん、ありがとう。キャピン、よし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 、センキュー。とりあえず1個1個取ったな。あ、センキュー、いったんね。まあ、勝った中で一番安いとこやけど、まあまあ、いや十分。え、でもガミはないやろ。ガミがわけない、発見やね、そこだって4通りやもんな。4通りや、さすがにガミない、さすがにな。うん、オッケー、投資が25,000バックカードで、これがまたは22,500お金を数えています。十分十分、インニで俺に任せてくれ。次に繋がるよ、言ってたもんな、住みの家のインニは任せなくて。住みの家のインニは俺に任せてくれ。ありがとうございます。ボレスおめでとうございました。ありがとうございました。まあまあ休めやけど。一番休めやったけど。まあ順当にな。いやいや。うん、増えたからよかったや。うん。ということで。はい。ボレス。ちょっとこれむちゃくちゃ簡単なようでむちゃくちゃ難しかった。難しかったな。絞るのが。うん、難しかったな。オッズ的には割れてるからまあどこでもいいねんけど。うんうんうん。何倍？4点にしました。はい。インから、うん、普通に結構、あ、でもちょっと安くなってきたけど。1号艇の頭がそんなに期待されてないんで割と美味しい。なんか対抗格の2号艇と4号艇がな、うん、そうそう、246偶数が人気やな。そうやな、うん、A1 の3人が A1 選手が。そういうことで、でも別に1号艇モーターいいし一番、うんうん、まあ逃げれるやろ、逃げれるっていう考えの1、2の3着は4546にしたかったけど、まあ5号艇の選手も全然なくはないしオッズがいいんで。そうやな、1、2の4号と、2頭弱ったわからのそれぞれ2着1のパターン。オッケー、はい。まあでもうん、覚悟せんで結構全部ちゃんと押さえてるよな。僕いきます。まあ俺はもうインニゲのみ、うん、まあオッズ美味しかったし、まあ逃げるやろっていうので、うんうん、1の2の4とワンホール
今日結構今のところ全部ワンホール、ね、ワンホールいや結構買ってる、結構買ってるな、はまらんただはまらんけどきつい、うん、ちょっと取りたいよな。でこれを各2枚、うん、5通りですの10万円と1の5、6000、これはほんまにオッズがめっちゃ美味しかった。1の5なんかもうバレ美味しかったし、別になくはない、なくはない、何が起こるか分からんから荒れてるし、うん、で向かい風やから、で3000で12万4000、頑張ります。とりあえず1逃げてくれることやわ俺は、まあイン逃げへんかったら取ってな。いやちょっと自信ないあんまり、えでもイン残ればいける、まあ最低限やんな、だからこの241とかいらん、421とか、いやそこまで広げてもよかったんけどな、うん、最初124ボックスかなって俺、いやこの形でいくんやったらもうそれでよかったんちゃう。でもまあ必要ないかなと思ったそこまで。なるほどね、行こう、お願いします。頑張れ。絞れる上位、確かに俺すごい好きやわほんまに。とりあえず1号店きっちり頼む、もうそれだけ俺の。とりあえずそれ使った、いやこれ逃げる、うわか、うわこれ刺すな、これ微妙、あでも伸びてる、あ大丈夫、いける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 、もう癖よかった感じや、うわこれ刺されるわ、よいしょ、嘘やろ、よいしょ、やめて、日本に行ったからやめて、うわうわ、それだけやめてくれ、ちょっと待って、日本だけやめてくれ、俺がちょっと待って、1人のボックスやこれ、いや逃げれんねやこれ、日本ボックスだ、偶数ボックスだ、いや微妙なとこやで、ここやな、ここやな、なんとか21ならならんな、それあ、なるんじゃならんならへんな、3日間ならん、あいや可能性ある、あ出てきた出てきた出てきた、目出てきた目出てきた、でも216円あっても、いや分からん分からん、これだけあるやん、そあるやん、この形ある、目あるぞ、あるある、あるいい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 いける流れだ、流れだ、あー調整だ、きついな今の、あと俺一個惜しかったのにな、いやあでも6はもう入れてない、もうなこれだって俺も届かんと思ったもん、うわこれでも惜しかったけどな、めちゃくちゃあったよな、1、2、2、1号、だから4はな、その1号でようでもちゃんと2着入ったわ、うん、いやスタートちょっと遅れたもんな、バレきつい、てか2号手が良かったやっぱり、いやきついわなあ、やっぱ1、2、2の折り返したねんな、だって1、2、4ボックスの外れてるわけよ、そうやな、そうやな、これはちょっとだからもう1、2、2、1で読んどかなかったから、そうやな、いやこれはもうしゃあないじゃん、しゃあないから、うん、だ7レースな、7レース、7レースな、俺が行くわ、うん、インが逃げたら絶対に俺が出る、そういうことね、1から234234と内替え使っていいんかな、内3替え1の2差しの56、うんうん、全部ガミラ、全然ガミラ、取り紙絶対なし、どうなるのこれ、1逃げんのかな、インが逃げるかそれはちょっと自信ないけど、興味なくからなんかイン逃げへんみたいな雰囲気やったよ、うん、そうやねな、でもまあ全然いけるっちゃいけると思う、いけるかな、俺そこまで無理やとは思ってない、みんなほど、あそういうことね、隅の絵のインで安定板ついてるし、そうやな、まあまあまあ俺やれると思ってる、インが逃げたら絶対当てます、これでじゃあ僕次行きます、僕逆にまあワンホールはもう今日ちょっとほんまもう買い続けたのかなって思うぐらい、ちょっともうもはや意地になってるから、素晴らしい、いいよいいよやろ、やっとやってくれ、でもチャンネル名を やっぱり取らんと、結構コメントで言われるもんな、そうやね、ワンホール全然買ってへんやん、そう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 今日俺が取って、うん、しかも今回の1温泉マジで美味しいから、知らん、見てたちゃんと、全く見、いやでも俺これもあれ、これ各5000、1温泉美味しいってか、そうやで、だからな1、1、4でいいやんな、もうこの今回のレース、あ、1、4もう1、4でしとくか、そうしようか、2号いない、2号、もう買ってるけどなで、まあ逃げへんかったけど、正直2号手が強かったやろ、これ2号手強くて、4号手も A1 選手やけど、うん、スタート遅れてるのと、どうなんや、なんか4号手、なんかいまいち魅力感じひんかった、なんでなの、直感、直感のほんまに2号頭で、2着前で、2差し後もう勝負なんかもうどこも削られへんかったし、いやでも4号手の2着俺正解やと思う、さっきのレースも、うん、今回の点数もそうやけど、スタートが良くないよ全然、そうやんな、腕はいいから、まあ、2着とかには入れるけど、さっきも6コースから 2着やね、うん、うん、ただ、まあ、スタートは全然コンマ
3-2 とかだったから、さっきのも実際のとここれ2着までやと思うよ。そうやな、俺もだからその4頭の間、うん、頭まではいらんと思う。そうやな、だからアウトからのスタート苦手なんかなっていう、まあまあモーターとかあれにも読んねやろうけど、だからこれを各3000、まあ正直ここはガイル部分めちゃめちゃあるわ。2頭で来て234とか休む、234とかもう全然ガイル、もう、まあ、もうガイルってしゃあない。でこれ9万2000円、そういう買い方は正解と。だから9万2000円でこれ負けたら何ぼや、これで外れたら20万負けぐらいか。あ、まだそんなもんない。いや、やめろよ毎回毎回その負けてられへんねん、こっちだって。オッケー、結構魂やから、うん、お願いします、ほんま来へんかな。ワンホールでいいねんけどな、もはや。で、2人でイエーイって言ってな。ワンホールでいいやん、ワンホールで行こう。ワンホールで行こう、お願いします、お願いします。あ、いいよ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 。これ4号手絞ったらあれだよ、棒で頭。え、ちょっと待って、あ、ほら、逃げへんわ。あー、微妙、いや、絶対逃げ、絶対逃げ。うわ、なんかちょっと、もうほんまにやめてくれ、もう無理。もう、ひっちゃん、お前13ボックスか。くっそ、もう無理や、もうほんまに無理、もうほんまに無理。中島後輩強すぎるって、もう、なんでそうなの。おへぇ、怖え。うち、何？もう疲れたわ。なんかもう外し方が疲れる外し方してる。しかもさ、いつもやったらさ、どっちかが取ってたりするやん。じゃあ俺ら今日買い目ちょっと似てないなあ。しかもなんかセンスないよな、うん、今日苦手なんやと思う。墨の絵よ、墨の絵というか、この安定版とか、あ、2周とか2周とか、なんかもう、なんかもう嫌になってきたもん。なんとかならんか、次。あ、ボールちゃん、次。あ、ありがとうございます。これグレープです。はい。レモン2つ。レモン、はい。とりあえず乾杯しよう。もう一回お酒飲んで忘れよう。そうしよう、うん、リセットするわ、うん、あ、ありがとうございます。ちょっと乾杯。はい、お疲れ様です。これさ、フチ、うん、待って、死ぬほどうまい。何これ、めっちゃうまいんだけど、撮影するたびにさ、うん、20万負けとかさ、うんうん、全然無理じゃないけどなんとかならんか。買ったらいいねんや。ちゃうよ、俺も負けるつもりでやってないで。無理なんよ、うん、どうしたらいいよ。腎臓売るわ。ああ、え、お前まだ腎臓ある。あ、もういった。俺も売れる、内臓で売れるやつあ、なくなってもいけるやつも全部いった、うん、いってるいってる。あ、ちょっと軽になったんや。じゃあそうやから体重軽い、うん、12指腸なんか俺多分指3本分くらいしかないお前バリ短いやん9本分あ、マジか、うん、あ、じゃあ俺全然まだいけるわ、うん。あ、お前まだ12本分あるよ。そう考えたら俺全然余裕やな。内臓あるだけマジだったもん。なんか悩んでた俺が。そうやろ、うん、元気出していこう。始めです。そうやな。じゃあお疲れっす。おいっす。言ってない。うん。ということで、一旦ちょっと頭のネジ飛ばそうってことで。そうやな、ちゃ、あんな、うん、そうやね、しかもな、なんからしさを忘れてる、うん、お互いね。俺はらしさを保ってるじゃん。そうやな、俺か、じゃあ、うん、一旦ちょっと頭のネジ飛ばしそうって2人で話し合った結果、頭のネジ飛ばして予想してみた。チューハイ飲んだもん、バカなったか、うん、全然4ごめんえ、頭おかしいですか。頭おか、頭おか、うん、頭おかしいっすね、うん、でもこれ硬いとこ実は硬いから、1、2、4。ちょっと待って、ちょっと待って、え、これで全20通り20通りで500円、うん、1万円おもろおもろ。お前より飛んでるよ、言っとくけど、うんうん、あ、俺結構ぶっ飛んでると思ってたけど、お前全然飛んでる、全然飛んでない。刺し子、1刺し子、1刺し子、全然飛んでない、全然。俺から見せたよかったわ、なんか恥ずかしい、うん、お前のクレイジー回目見た後になんか、うん、俺の薄れるな。頭飛ばそう言ったの。まあとりあえずこれで一回ぶっ飛びます。一回これ当たる、でもこういうのが当たったりするもんな。いや俺これ結構言っとけば、あ、硬いとこバレ硬いからそうやな、バレ1、2、4 1、2、4とか2、1、4とか、うん、そうそう、まあ2はないけど、うん、じゃあこれでいきます。とりあえず当てます。はいよ。中止となりました。あしからずご了承くださいませ。俺の全然よ。本日のご参加誠にありがとうございます。中止？オイラの全然よ、中止かよ。幻の全然よ。払い戻してきます。まさかこれがお金に変わるとは思ってなかった。お疲れ様です。
お疲れ様でーす。ということで、はい、結果発表というか、俺のさ、うん、今度は俺7回しを取るつもりやったん。全然全然、ほんな6号言われたら7回しやから。あ、7回しやったんや、うん、これ中小ひどいわ。これひどいな。だって俺のえ差し子か、差し子1、差し子1、差し子、うん、もう絶対入っとったからな、ね。そうね、これ俺ら2人とも絶対入っとったよ。やられたな、うん、あ、しゃあない、しゃあない。まあ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 、ここは一つもできる。どうしようか、うん、まあ今日のところはこれぐらいに勘弁してやるか。そうやな、まあまあまあ、あ、いいでしょう。完全名称けど、いや、そうやな、なんかなんかもうすごい途中だったけど、結果発表します。もやもやします。こっちからお願いします。はい、俺の総投資、はい、7万1000円、はい、はい、回収が47,500円。おー、微妙、まあ、だって途中で終わってるもん。そうやな、だって途中で終わってるもんな。合計がマイナス23,500円です。23,500円、適中率が 25%、 回収率が 66%。 なんかもうずっとこんな感じだ。そうやな。でも今日は最初レースもやったら多分俺回収率 100% 超えてた。超えるか、そんなもん。無理やろ。はい、次旬の投資と回収。僕の投資回収、それが発表したよ。はい、はい、投資総投資、はい、36万8000円。結構使ってたな。回収率、はい、回収14万4600円。え、そんな負けてる俺。うん、で適中率が 25%、 いいじゃね。回収率が 39%。 あー、過去最低やな。いや、過去最低ゼロや。あ、そっかそっか。生きてもた。生きてるわ。生きてんな。で、以上、以上。全部発表した。じゃあ、あかんて。じゃあ、俺最後までだったら先輩超えとったけど。なるほど。うん、それこれ、スミレン、スミレンが悪いな。お前、これどうしたの、この島島。え、寝て最後なんか、最後、強風のため中止やったんですけど、あまりにも待機時間長すぎて寝てたら、これが全部ついた。島島なってるよ。恥ずかしい。まあ、そういうことで今日のところは、うん、今日のところもこれくらいしようと。まず負けるって言うんですよ。今日は勝つな。天気むっちゃやから。マジで天気いいな。昨日天気最悪やったから。そう、俺なんか負ける気せんわ今日。なんでや、負ける気せん、マジで。よっしゃー。公平が勝ち、すごい勝つやん。え、俺1年後勝っとったな。目指しまして、こっちも俺も。ご視聴ありがとうございます。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価の方お願いします。ぜひ次の動画も見てくださいね。それではまた。